リデ,デイ・ロックウッドはフランスのジャズバイオリニストである。1970年代にプログレッシブロックとフュージョンのバンドであるマグマで演奏し、電気増幅して様々な音を実験的に使用したエレクトリック・バイオリンで知られていた。1979年、ロックウッドはリーダーとして最初のアルバムニューワールドをリリースし、その後20枚以上のアルバムをレコーディングした。 1994年からは2年間にわたってニューヨークへと拠点を移した。その間にニューヨークランデブーストーリーボードという2枚のアルバムを録音した。ロックウッドに影響を与えた人物にはフュージョンバイオリニストのジャンディック・ポンティがいる。彼はアルバムキング・コングでのポンティの演奏を聴いた後エレクトリック・バイオリンを手に取った。もう一人の重要な影響を与えた人物は 同郷のフランス人、ステファン・グラッペリである。2000年、ロックウッドはグラッペリのトリビュートアルバムを録音している。2018年2月18日、パリにて、心臓発作で急死。62歳没。a b ディディエ・ロックウッドアッ All About Jazz。2010年2月11日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年4月9日閲覧。ディディエ・ロックウッド。 E、uropejazz.net 2011年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年4月9日閲覧ヘーグ、クリス、ジャズバイオリン fiddlingaroundtheworld.co.uk2010 年4月9日閲覧ニューワールドレビューアットオールミュージック ハットディスコグラフィーアットオールミュージックハット、ロックウッドムーブド 2NY。ディデイ・ロックウッド・バイオグラフィー。2016年8月19日、閲覧。ヌードソン、ベンジ、ジャズザ・フレンチ・バイオリニスト、ステファン・グラッペリ&、ディデイ・ロックウッド。ザ・バーモント・レビュー。2010年4月9日、閲覧。リージョン、レ・ミュージシアン、ディデイ・ロックウッドへ、DA、CA。 d l デルタ FM 2018年2月18日、閲覧。ボワールアトランティック5489、コンセール1976オペラで、ランスアットディスコングス、ハットディディエロックウッドクレジッツアットオールミュージック、ハットザオ、ライブ、レビューアットオールミュージック。ありがとうございます。